札幌で桜の開花が宣言されて以降初めての日曜日、丸山公園では花見の対応期間を前にまだ2分咲きの桜が多いということです。それでも公園では今日の肌寒い気温の中宴会する人たちがいました。今日はさすがに冷えてます。でみんな年寄り多いですから、やっぱかなり応えてます。毎年ジンギスカンやってるんですけど、それができないのはやっぱり寂しいなっていうふうに思います。飲食物が販売される花見の期間は27日から来月6日までで、今年も火を使うことはできません。